はいみなさんこんにちは、UEB56 本部です。この講座はライラのスターターゲームを参考にして、アリアルエンジン5、UE5 におけるゲーム開発を学んでいく講座になります。まあ、前回までで、ここのロコモーションの基本的なところは終わったんですけれど、まあ、微調整するところがあったり、あと、ノードの付け忘れですね。これが一部あるので、まあ、それを解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。当チャンネルはご覧の方々にご支援していただいております。 この場を借りてお礼を申し上げます。それではですね、アイテムアニメレイヤーベースを開いてください。左側のアイドルステートを選択すると、右側にブレンドインタイム -1、ブレンドアウトタイム -1 になっていると思いますが、これを0.15に2つともします。これ何かというと、このアニメーションレイヤーに入った時とまあ、出ていく時ですね、この書いた 0.15の時間でもって、まあ、ブレンドされるようになります。で、これを全部ですね、スタートサイクル、ストップ、ピボット、全部0.15にしていきます。まあ、値は0.15である必要はないんですけれど、まあ、ライラー本家が0.15にしているので、ここでも0.15にしておきます。で、えー、ストップですね。 で、最後、ピボット。で、ここの値を変更する場合はですね、まあ、キャラクターベースに行ってもらってえ、これですね、これが必ず必要になっていきます。まあ、今、置いているので特に問題ないんですけれど、まあ、これが必須であることを覚えておいてください。で、場所はアニメーションレイヤーを使う、使った後ですね。 後のところにこれを持っていきます。なので、アニメーションレイヤー基本的にこのロコモーション SM の中で使っているので、この後にこれを置く必要があります。で、次なんですけれど、このピボットの時ですね、速度に右左右左すると足の動きがちょっと変になっているかと思います。こういう風うに足がピンって跳ねたような感じになっていますので、これを修正してます。アイテム、 アニムレイヤーのところに行ってもらって、ピボットステートに入ります。で、このストライドワーピングのところですね。これを選択している状態で、右側のクランプリザルトとインタープリザルトのここのチェックを入れます。で、まあ、ついでにもう全部チェック入れます。と、サイクルですね。サイクルもチェック入れます。 で、スタートもですね、チェック入れます。まあ、使っているところ全部チェック入れます。これでスタートさせると、先、まあ、みたいに足が跳ねるようなことが起きないかと思います。で、次ですね、これらのポーズワーピング系のノードを使うとき、設定し忘れてたものがあるので、それを行っていきます。キャラクターベースのところに行ってもらって、この最後ら辺のところですね、ローテッシュ、えローテッド、 ルートボーンの最後のところで、右クリックからですね、レグ IK で検索すると、これが出てくると思いますので、このようにくっつけます。そしたらですね、このレグ IK を選択して、右側の、ここですね、レグディフィニションのプラスを押して、 で、この三角マークを押して、フット、IK フットボーンのところに、IK フットの L ですね。をまず出します。IK フット L。で、その下は、フット L を出します。で、ここは Z にします。で、もう一回プラスを押して、今度は、それの R バージョンですね。IK の フットの R とフットの R で、ここは Z にします。次なんですけれど、このスタートからサイクルに向かうときですね、ちょっと変になるところがあります。例えば、右にスタートしている直後ですね、右にスタートしている直後に前に行こうとすると、腰がちょっと変になりますよね。これをちょっと修正していきたいと思います。なんでそんなことになるのかというと、このスタートが 終わってからじゃないと、このサイクルの方に今は移行しないようになっているからですね。ここの遷移条件が今オートマチックになっているので、スタートからサイクルに移行するときは、ある程度スタートの状態が終わってからサイクルに移行するようになっているので、スタートの時に方向を変えると、まあ、自動的にサイクルの方に移行させておきたいと思います。そしたらですね、ここのスタートの中に入って、 これを選択して右側のところのこの become relevant からプラスを押してファンクションの名前は setup のスタートステートにしますそしたら右クリックでローカルディレクションですね get ローカルベロシティディレクションがあったと思うんでこれを出します でこれをプロモートさせます。で、名前はスタートディレクションにします。で、これはカテゴリーはロコモーションロコロコモーション SM データにします。で、 まあこういうふうに接続し直します。そしたら戻って、ここですね。スタートからサイクルにもう一回矢印引きます。こういうふうに矢印引きます。そうすると新しいやつができたと思います。で、この中に入ります。そしたらさっき作ったスタートディレクションですね。を出します。 で、もう一個、えー、ローカルディレクションも出します。ローカルベロシティディレクションですね。で、ここから、not、えー、イコールですね。を出します。それで、これううとこれを接続します。で、ちょっと戻って、ここですね。今、先っ作った矢印のところ、プライオリティオーダー1になっていると思いますが、黒2にします。で、コンパイルしておいて、で、 スタートをさせます。で、このように、まあ、方向を変えると、まあ、スムーズに、瞬時にスタートからサイクルに行くと思います。今回はこれで終わりなんですが、次回以降は、これライラー本家のものなんですけれど、ジャンプですね。ジャンプの実装をやっていきたいと思います。このシリーズ、ジャンプの他にですね、これ全体的にやるつもりなんで、 銃を持った攻撃と,かあと AI です、ね、まあそういったものも組み込んでいく予定なのでまあよければ引き続きご覧になってください。それではご視聴ありがとうございました。